庶民ゴルファーの8です。こちらの動画は愛知県のハンダゴルフリンクスで行われた第2回ちょこっとキョロちゃんコンペに参加した時のコンペの模様です。今回のこのコンペの主催者のキョロちゃんとは、見つけるソンカップのコンペでお会いして、そこからのつながりでこの度参加してきたんですが、まあね、ほんとなかなか面白い方々が多く、参加していて本当に楽しいコンペでした。バレンタインもね近いということでレディーファーストな内容でしたが、景品も豪華で、何よりもね、あの協賛品の数がものすごく多くて、キョロちゃんのね人柄がにじみ出ている最高のコンペでしたね。いろんなね企画も考えてあって、コンペにね今回参加できなかった方へも配慮して、みんなが楽しめるようになってましたが、今回もね素敵な出会いがたくさんあった一日でした。でもうね、あのこのコンペの1ヶ月前ぐらいから、インスタグラムではいろんな方々がこのキョロちゃんコンペに関するストーリーを上げていたので、もしかしたらね目にした方もいたかもしれませんが、多分ね今後に第3回第4回とあるかと思いますが、もしね、まだ参加したことがないけどね、どんなコンペだったのか気になっている方がいましたら、ぜひチェックしてみてください。今日は、インスタでも、発表してますけど、ベストドレスファッション、やってるんで、後で一周ゆっくり動画撮らせてもらうんで、協力をお願いします。今日はドラフトはありません。200人8番と17番で行いますので、私は通常通りにしてください。上がった後にチェック入れるので普通のニアピンで絶対狙って、お願いします。あんまり行くと僕が入っちゃいますもんね。スキー、スキー、チョロはやめてよ。よいしょよいしょ、ナイスショー。音がすごい。これ来たんじゃない来たんじゃないこれ来たんじゃない、うわー、オッケーオッケー、ナイスパー。これはうますぎやろ。ナイスー。ありがとうございます。おー、せんちゃん、おー、なっちゃんここできた。いないんだ。はい。
やったやった。違うんですか？商品ないですよ。あ、ないんですか？はい。この商品を選ぶ権利を得ただけで。こちらに、ダイヤと、ハートのトランプそれぞれ13枚とジョーカーが2枚あります。はい。で、96を基準にして、まあ、ジョーカーが出れば、96にしようと思ったんですけど、96円でジョーカーできます。じゃあ2枚だけいきますんで、ハッサン。はい、はい、いきまーす。じゃあ1枚目は、これで。ダイヤの10なんで、106の方。106の方。あ、いた ?106。はい。おめでとうございまーす。これ、秋元コーポレーションからの臨時協賛で、9696円です。おー。一番端っこ行くか。はい。ハートの3。93? 93。2人じゃんけんするか、女性に譲るか、どっち？おお、男前。おめでとうございます。中身は、このパーカーになります。おお、ありがとうございます。有言実行。すごい、本当に3位だったね。6時間かけてきた甲斐あったね。優勝の時にあ、もうスタンバってたね。点数94点だったらちょっと恥ずかしいんですけど、急遽最初いけないことがあったのに関わらず優勝したんですが、本当に疲れてます。これからもプロ様で皆さんとかいろいろな、まあ、東海ゴルフ TV や弟にちょっと乗っ取られようとしますけど、それが困ってて注文でいきたいと思います。これからもよろしくお願いします。おめでとうございます。はい、ということでここでちょっとだけね、この東海エリアで、今後直近で予定されている別のコンペの紹介だけさせていただきますね。まず直近で、第6回チキンコンペが、3月12日の小谷チェリークリークカントリークラブで行われます。そしてその次の予定は、第1回ムカッチコンペ、こちらが、3月26日亀山ゴルフクラブで行われます。そしてその次は4月の30日ですね、こちらはヘイゴルフ、ファーストアニバーサリーカップということで、場所はフォーティーンヒルズカントリークラブで行われます。そしてちょっと先になるんですけど、6月の3日こちら東海ゴルフ TV からのコンペで、詳細はまだ未定なんですけど、こちらも予定されております。ちょっと残念ながらね、チキンコンペにムカッチコンペとヘイゴルフのファーストアニバーサリーカップ、僕めちゃくちゃ行きたかったんですけど、見事にねちょっと予定が入ってしまってて参加できませんけど、これらのコンペもね絶対に楽しいコンペなので、予定が合う方いましたら、ぜひ、各コンペの代表の方インスタグラムへのお問い合わせをしてみてください。連絡先はこちらになります。ということでね、ちょこっとキョロちゃんコンペの優勝はふみさんでした。おめでとうございます。
ギョロちゃんコンペの雰囲気いかがでしたでしょうか。参加者の皆さん本当に楽しそうですよね。僕もこの日いろんな素敵な出会いがあってとても楽しい一日でした。ギョロちゃん本当に、幹事お疲れ様でした。楽しい一日をどうもありがとう。ということで今回の動画はこれで以上となります。最後までご視聴していただきありがとうございました。ではでは。